2009年デンマーク、コペンハーゲンにて、職務中の隊員。国際連合安全保安局は、国連のために安全管理システムを統括し、運営上の支援を行い、かつ監視する。それによって、国連のスタッフやその家族のために、最大の安全を確保するとともに、世界を通じ国連の計画や活動が安全かつ、効率的に実施できるようにする。 世界各地で働く国連スタッフやコンサルタントの安全に責任を有する国連安全保安局 DSS は安全管理システムを統合、強化する目的で2005年に国連総会によって設置された。多様な知識、技能、経験を必要とするアンドスの任務では大きく分けて3つの任務に分類することができる。2007年、ソマリア領域で増加した不安に対して、 国際連合安全保安局 DSS が出動。同期間 DSS が実施した評価と方針ではエチオピアのデゲバブル、デッジハバー、エチオピアでの人道支援が不可欠とみなした。また、国連安全保安局は2005年8月からパレスチナの行政区画であるガザ地区で安全に関する情報を提供している。ありがとうございます。